4クライアンツベストインテレストというあの、まあ、経営年で、クライアントの最善の利益のために、ね、あのまあ、M&A のアドバイスを提供しましょう。まあ、お客さんのためにアドバイスをやるというのは当たり前の話なんですけれども、まあ、先ほど言ったように、まあ、多くの M&A ファームというのは金融機関の中の一部分にあるというためにですね、どうしても組織のロジックで一人一人が本当にお客さんに向けないようなあのことがあるんじゃないかということで、我々の存在意義というのはあくまでもその一つ一つのプロジェクトの中で、クライアントにとって最善の M&A になるように、ね、アドバイスをするというのは我々の使命だと、まあ、言ってみればあの弁護士さんというのは、まあ、依頼人のその最善 の, その利益のために一生懸命こう仕事をするわけじゃないですか。ですから M&A という非常に重要な、ね、会社にとってのまあ成長戦略の中で、そのやっぱりクライアント の, その最善の利益を考えてプロジェクトごとにです、ね、やっぱり向いていくというのが、まあ、我々 の, しあの、まあ、使命であり、まあ、レゾンディテールといいますかね、まあ、そういったあのことなんじゃないかというのが、まあ、我々 の, その経理念です。私が一番個人的には、ね、一番嬉しいのは数年経って、ね、やっぱりあの M&A やってると本当によかったですよと、GC サビアンさんに手伝ってもらったあの M&A があったから今日我々はねその成長ができたんだとか、あの M&A がなかったら今頃どうなってたか分かりませんよねっていう声を聞くと、あ、やっぱりこの仕事やっててよかったなっていうふうに思う瞬間ですね。つまり M&A っていうのはですね、やっぱり長期的なものじゃないですか。もう瞬間的にその株価を上げるとかそういうことではないので、やっぱり長期的にビジネスの方がやっぱり価値を作っていく、それはもちろんあの最近言われているその株主のための価値を作るって、これも大事ですけれども、やはりステークホルダーの価値ですよね。まあ、従業員の人たちが生き生き仕事をする、あるいは取引先が生き生きあのまあ喜ぶようなその新しい製品とか新しいサービスが生まれるとか、私はあのこういったものを人をあの最近は人を幸せにする M&A っていうふうに呼んでるんですけども、クライアントからまあ GC サビアンがまとめる M&A っていうのは本当にいいよねっていうふうにまあ言ってくれるような、まあ、そういった会社になりたいなっていうふうに思ってます。